ほです。おはようございます。暑い、暑いです。じわ、お、暑い日はアイスシーコでうましです。よしよし、あ、暑いのでこれをつけて歯が伸び伸びの部分を今日は刈ります。刈る、お気に入り。もうちょっと涼しくなってからやります。今年仕込んだ梅シロップはこの間床に全部ぶちまけました。床が全部飲んでしまいました。稲穂の大好物が楽しみがなくなった。ダメです。これ激辛唐辛子なんて名前の唐辛子かは知りません。黄色い激辛唐辛子、この間黄色の後ろに非対策で巻いた唐辛子水はこの黄色い激辛唐辛子で作りました。すごい辛い、赤い唐辛子よりも3倍ぐらい辛い激辛。唐辛子、痛い唐辛子、これは美味しいんです。激辛好きにはたまらない。こんにちは、稲穂チャンネルです。稲穂、今日は草伸び伸びなので草刈りします。草刈り初挑戦です。これはオレゴンのイヤーマフとフェイスガードのセットです。こうやって顔もガードできるし、棒です。棒をこれガードもやってイヤーマフもしてます。いや全然聞こえない、棒かっこいいでしょこれ。こんな感じで草刈りしたいと思います。草刈りします。こちら新大和さんの草刈りです。新大和 RM3027、 これ大きい草刈りです。これで刈っていこうと思います。初挑戦、頑張ります。草刈ります。刈れます。セッティングします。パラシュートセッティングです。これは背負うやつ、リュックみたいなパラシュート。ここを止めて、この下の、あった。ここの下の止めます。止めるの、こうやって止めて締めます。パラシュートセッティング OK です。これを本体にくっつけて刈っていくみたいです。ビシールとフェイスガードにイヤーマフしてガード。見てください、茂ってるんです。茂です。だいぶ長いセミの抜け殻、こういう長い草がいっぱいです。茂。これからこの草原になった草っぱらを刈っていこうと思います。だいぶ伸び伸びなので、あっちも草原です。草原になってますので、こいつらを刈りたいと思います。刈っていきます。いっぱい草生えました。これめっちゃ生えてる。刈っていきます。刈り込み、草刈りやってきます。セッティング OK です。イヤーマフをしてガードもします。
です。いやマフ付きで黄色くて可愛いでしょ。こうすると防音で、こうするとガードできます。黄色だから可愛いでしょ。赤靴とも色があってどうでしょうか。かっこいいでしょ。これはリュックではありません。肩を固定するベルトです。これがあれば肩、両肩均等に力が入るので痛くありません。風船も黄色いからおしゃれでしょ。トータルコーディネート。今日は、ね、髪色もピンクも差し色で可愛いでしょ。この草刈り機は水色です。かっこいいでしょ。そんなに重たくありません。プロフェッショナル用です。プロフェッショナル。でしょ。こんな感じで草、こんな感じで草刈りまくりまくりました。いっぱい刈った。やりやすいです。プロフェッショナル用。切れ味すごいです。すごい切れるから女性でもいける。このベルトがあるとやっぱ楽。草刈り初挑戦。新大和さんの
なるよ。草刈り機めっちゃ切れる。テイク2、草刈り稲穂でも簡単にできちゃいました。初体験、草刈りは大事ですね。楽しかった。今回は旦那様にカメラを撮ってもらったので、キネマティックにムービーを作ってみました。それではどうぞ。シネマティックです。これで今日のミッション終了です。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。ポチッとお願いします。頑張った。プロフェッショナル。